どうもドローンマスターです。これなかなか面白いですね。これも自分もやってみました。これヒヤッとしました。質問がですね、水の上では着陸はしちゃうんですか、それとも水と感知して止まりますか、それともそのまま着陸しちゃいますかっていう質問なんですけど、これはですね、見事に止まります。下の超音波とね、カメラがですね、水の動きっていうんですかね、やっぱり超音波なのでめちゃくちゃ頭いいんで、水って分かっちゃうんですよね。多分その揺らぎっていうか、多分なんかあるんでしょうね。止まるんですよね。これもですね、リターントホームの時も水を感知して水だと思ったら止まります。あとマニュアル操作でもね、水があったら感知して着陸はしないようになってます。ただし全部安心してはいけないですよ。条件はですね、波が強くない、あとあんまり揺らいでないところ、バッテリーが 10% ぐらいの時に、これはどうしてもどうしようもないんですけど、どんなに水だろうが土だろうが、もう 10% ぐらいしかないので、もう何が何でも着陸します。で、要はですね、バッテリーがですね、アラームが鳴ったらもう素直に帰ってきてください。もう何が何でも中断して帰ってきてください。はい、続いての質問は、バッテリーですね、旧型のファントム4のバッテリーなんですが、これは現在ファントム4プロの機体には使えますか。これはですね、使えます。もともとね、プロのですね、バッテリーは容量が大きいんですね。ファントム4の、容量は、ですね、5350mAh なんですけど、でこれはだいたい22分3分ぐらい飛行できますかね、まあ、ちょっと細かいんですけど、まあ、それに対してプロのバッテリーっていうのは 5870mAh なんですね。でこれはだいたい30分ぐらい飛行できます。まあ、その差はね、そこまで大して変わんないんですけど、結構飛行してみると結構大きいですよ。で逆にですね、このファントム4プロのバッテリーは旧型のファントムに使えますかっていう、質問も結構あるんですけど、これは両方兼用に使えます。だからこの辺はですね、心配ないかなと思います。続きましてはですね、これはね、マニアのための質問かな。ファントム4プロはライブ配信はできますかと、まあ、YouTube と、まあ、Facebook ですかね、ライブ配信はできますかっていう質問です。これはできます。まあ簡単ですよね。 Wi-Fi があればできますよ。はい、どんどん行きましょう。続きましては、取り外しできますかと。できない。まずもう一体型なので、まず無理があります。で無理にね、自分もなんとかちょっと取り外してね、なんか接続できないかなと思ったんですけど、まず諦めました。だから一番気をつけないといけないのが、落としたりして画面が割れたり、あとなんか不具合が生じたりねしちゃうと使えないですね。飛ばせないですね。そこがね、一体型のね、メリットとデメリットかなとは思います。はい、続きましてはですね、これはですね、まあ自分知ってるんですけど、
プロポにマイクがついてるんですけど、これは使えますかと。これはですね、自分、使ったことないんですけど、これついてますね。確かについてます。だこれは多分、すいません、ちょっと使ったことなくて、これは多分ライブ配信の時にマイクを使って、まあなんかチャット感覚でね、まあ、やっぱりあのライブ配信してる時には どうしても音声聞きたいじゃないですか。あと、まあ、説明だったりナレーション的なねこともしたいじゃないですか、伝えたいじゃないですか。だからその時にこれは活躍するんじゃないかなと思います。今度ちょっと申し訳ないんですけど、ちょっと試してなくてすいません。試したらまたあのレビューしますので許してください。はい、いかがだったでしょうか。これからもですね、何かございましたら、気になったことだったり、あとやってほしいことですね、質問などあれば、Facebook、そして Twitter ですね、あとよく更新しているのが Instagram なんですけど、これもですね、よかったらフォローしてみてください。あとですね、チャンネル登録も忘れないでくださいね。よろしくお願いします。それではですね、またのレビューの日まで。あなたの味方、ドローンマスターでした。